みなさんこんにちは。今日は押し打ち輪を作ってみたいと思います。イエーイ。初めてじゃない、なんか推し活系の動画出すの。はい、今回は二階堂ふみさんのイベントが明日あるということで、押し打ち輪を作ってみたいと思います。イエーイ。はい、ということで早速材料を紹介したいと思います。とりあえずちょっとね、初めて作るから本当に分かんなくて、シルバー、黒い画用紙もあります。あ、とりあえずじゃん、こちら。やばー、うちは作るの初めて。そうだね、だってトワイスしか行かないじゃん、うん、そうなんですよね。トワイスはね、うん、そもそもうちは、そう、公式うちわがあるから、うん、それを持ってっちゃう。だからね、そういうのがなかなかないんだよね。ないよね、作る機会が。はい、今回用意したのがこちら。やだ、恥ずかしい。あの、お誕生日ということで、うん、あのハッピーバースデー、あとコンセプトがスナックということで、うん、ママってつけてみました。あとちょっと、もしかしたらファンサがもらえるかもしれないってことで、あのハートしてみたいな。もう一つあって、じゃん、ちょっとね、大きさが分かんなくて、どんだけ焼いてんの。周りに貼り付けたいなみたいな、うんうん、はい、では早速作っていこう。切っていきます。うちは作る人いるんかな。いやー、ちょっと年齢層がわかんない。そう、とりあえず座席心配でさ、グッズはちょっとね、決めました。結構渋いグッズだったね、うん、作らなあかん。うちも作って、うちも作って。え、なんかだいぶさ、ぽくない？ぽい。ドラマ自体は本当に7年前くらいなんだけど、去年ハマったドラマがあって、もうすごい好きです、うん、え、何のドラマ？スムスム。スムスムね。そう、もうね、本当に後悔してるの。恵比寿のさ、ガーデンプレイス行く途中のさ、ビールの広告めっちゃあったよね、あの時。めっちゃあったのに、うん、そう、あの頃結構ハマってる時期で、うん、もう本当にまた来てもあるやと思ってたの、うん、そしたら次来たらさ、多分だけどマツコの結構でも何回か行って見たよ。見た見た。悔しい、もう。はい、できました。あ、いいですね、いいですね。だからもうぴったりじゃないですか。ぴったりやるやん。あ、いいじゃん、ぴったりじゃないですか。ぴったりじゃん。この紫でここ、そこね、うん、難しいよね、どうやってやんだろう。難しい。リコちゃんね、テスト近いんですよ。やばー、行ってて大丈夫そうっていうね、私は終わりました。ボロボロでした。ダメだった。ただいまの時刻11時過ぎてるんですけど、やば、もうオールチャンネル。え、オールチャンネルしてさ、あのイベントで寝ちゃったらやだ。ありえるよね。私マジでさ、どこでも寝れちゃうの最近。うん、じゃん、だいぶ切りました。かれこれ1時間半ぐらい経ってる。じゃん、ということで全部切ることができましたか。はい、ということでこれを貼っていきます。はい、ほいほい。お、いいね。あ、いいじゃん、ずれた。あ、もういや。あ、なになに。え、もういいよ、貼っちゃった方がいいよ。あ、はい、いい感じです。お、いいじゃん、いいね、よし、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。次、ママ。おーい。おーい。おい、ちょっとずれたよ。だいぶずれたよね。大丈夫です。なん、ちょっと、なんかダメなんちゃう。じゃん、いいじゃない。どう、良い、うん、立体的になった。立体的。貼ります。はい、えいや。お、めっちゃいい。うん、いいね、いいね、かわいい、いい感じ。かわいい。ほい、できた、ケーキできました。あ、そこでもいいか。あ、いいじゃん、これなんか縁取りたいんだけどさ。いいんじゃない。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいじゃん、いい、はい、かわいい、ね、かわいい。夜食のラーメンでも食べるか。
ほんとそれ。チェックしてる、チェックしてる。もうかれこれ2時20分です。そうでしょ。おー、かわいいね。プリントしてきました。はい。やっから面白い。ちゃんと出すんでしょうね、うち出したいと思ってます。はい。マジ頑張るから。はい。恥ずかしい、やっぱり出せないってやめてね。オタクあるあるだよ。せっかく作ってきたのにみたいな。うん。まあ会場がね、そんなに広くなさそうだから。うんうんうん。めっちゃ見えそうだけど。ね。あら、シェラちゃん完成ですか？フラできました。おお。そして何？おしめ食べてる。うん、わかるよ。うん、いいじゃん、可愛いじゃん、めっちゃ。うん。派手。派手。そっちは控えめ。そうだね。うん、めっちゃ目立つ。いいと思う。いいと思う。うん。こうやってみた。かわいい。めっちゃいいと思う。めっちゃいい。あ、透明のどうすの？透明のどうしよう。一応なんか、この透明用にね、プリントしたやつがあって。うん。頑張って。頑張る。おやすみ。朝になってるかもね、気づいたら。なってそう。なってそう。やばいです。でも、思ったより可愛いの作れて、感激です。可愛いです。